というわけで、令和新選組のチャンネルなんですけどね、まあ、普段だったら政治のことしか話さないチャンネルですけど、今日はもう政治の話ほぼなしぐらいの勢いで、まあ、俺できないからね、おっしゃいますやな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日ですね、飯原チャンネルの方にお邪魔しまして、今回は私たちのチャンネルに来ていただいたということで、本日も飯原御殿からお送りしております。御殿ちゃうけどね。でもずいぶん若い間にあれですね、お家を早めに40歳で、うん、40歳で、もともとこの近くに、まあ俺再婚で、前妻の子供たちが学校通ってて、そこの近くにのマンションに住んでたの、いつでも子供たちが来れるように。なるほど、うん、そういう計画のもとに。そう、それでそのここも近くなんで、子供たちが帰り寄ってくれるかなと思って、あの土地を探して家を建てた。なるほど。うん、そうですか。うん、なんかね、あのこの間飯原チャンネルのでお話ししてる時に、結構仕事をちゃんと選びたい、選ぶためにはやっぱり生活が安定しなきゃダメなんだって話をされてたじゃないですか。で、自分はちゃんとその生活を安定させるために、役者とは別の仕事をちゃんと持ってっていうことですけど、やっぱりあれですか、今私はもう10年ぐらいあの日本の芸能界見てないですけど、この10年の間も日本の芸能界そんなに変わってないですか。生活するのが難しいというか、まあ、そう、変わってないし、言うとどんどん悪くなって、それでいろんなところでこう爆発というか噴出している状況なんじゃないかな。いろんな吉本興業しかり、ジャニーズ事務所しかり、やっぱりまあ、もともとやっぱりこうなんていうのかな、日本の芸能界ってやっぱり小さいパイを取り合う、っていうところがやっぱり市場が狭いやん。日本かもしくはアジア、でアメリカに持っていくと世界規模、そうですね、ということはやっぱり例えば同じ労力、2時間の映画を作るのにも同じ労力使ったとしても反響が全然違うよね。世界から反響を受けるのと日本だけと、そうするとおのずと制作費は少なくなってくるよね。そうすると制作費は少なくなるってことは、まあ払われるスタッフのギャラ、役者のギャラも少なくなるよね。そうするとたくさん仕事をしないといけないよね。なるほど。まあ太郎も昔そうやったけど、いっぱい次から次と仕事しないと稼げないよね。実はこう世の中の人は役者の仕事って結構裕福で、みんなこうリッチでいいもん食べてなんか優雅にやってる、もう結構結構大変やもんね。まあ、冷えたロケ弁ですよね。就職は産経やんな。ね、割と労働時間は長いしさ。本当に。だからそんなんで全然守られてへんっていうか、労働組合もないし、だからそういう意味でやっぱり若い時に、まあ、29歳の時にかな、やっぱり自分でいい仕事だけをやっていくと生活できないのよ。だから自分で生活を立てるのは違うことでビジネスやろうと思って、たまたま俺は飲食しか知らなかったから飲食を起こした、29歳の時で。その自由に役者という仕事を金じゃなく自由に選択できるっていうことと、それがいい役者になるための道やと思った。だって日本でみんな少なからず最初はいい役者になりたいと思って過ごしてきて、で売れたりするとまあちょっと金をつかんで綺麗な奥さんもらい、いい家に住み、で車を持ち、でも役者ってやっぱり波があると思うんだよ。そうですね、なかなかずっと上り調子で来れないと思うんだよ。矢野さん、でも旗から見てたら安定してるように見えますけど。いやいや、俺はもともとあんまりせえへんかった。もともとマイペースで来てるからよ。それで例えばその中でやっぱり金のために仕事をしだすのよ、だんだんその生活レベルを守りたいから。なるほど。今までやったら断って、俺はこれは役者としてこんな仕事やったらあかんっていうのもやる、お金のために、全てお金のためになってくると俺は顔に出ると思う、思ったの。で今もそう思ってる。だから年取ったらいい役者が少なくなる。みんなお金のためにやってる人が多いだから。飯原さんバラエティとかであんまり見ないですもんね。まあ俺はできると思うねんけど。いや、できるでしょ。そこで例えばあのひな壇というところに登って、はい、しょうもない話題をずっと喋ってるのって、俺が嫌なのよそれ。
何がおもろいねんと思うのよ。なるほど。でもそれ役者としての価値を守るにはすごく正しい選択だと思うんですよ。でもそうやって、まあ、それは焦らずに進む理由があったってことですね。でもそうするとやっぱり若い時から、うん、まあ当初からマネージャーといっぱい揉めて、はい、なん俺でこれやる意味はあんのかっていう話をよくしてた。この作品に出ろと言うけど、うん、意味があるのか、どういう意味があるんや、俺はそういうふうに思わんとか。今思い出したんですけど、うん、昔沖縄だけで流れるドラマみたいな、やっただから僕ら結構共演してるんですよ。ああ、それもあるわ。で5本目や。いや、まだありますよ。あるから。多分ね、井原さんは、まあ、名バイプレイヤーとして有名ですから、どの作品にも行ったらいるんですよ。うん、大杉蓮さんもそうやけど、井原さんもそうなんですよ。うん、いや、本当にいつもそうなんです。いつもいるんです。で、その時のプロデューサーの人が、昔、井原さんの事務所に出入りしてた人。女性の人。そうです。そうです。ちょっと名前忘れたけど。はい、大賀さん。大賀さん。そうでしょ。大賀さん。結構、毒舌吐くんですよ。そうです、うん。で、あの人が昔、その事務所にいた時に、事務所の経営戦略会議みたいなところにも井原さんは、行ってた。意見言ってました。今思い出したけど。行ってた。ありました。俺、その昔所属してた事務所に株持たせてくれっつって、はい、言って、で、俺も経営戦略会議に俺も出たいっつって、でまあまあ、ちょっと井原待てっつって、まあ、言われてたんやけど、でもその株は持たな、最終的には持たなかったけど、経営戦略会議は出てた。事務所の方向性とか、方向性とか、その時に自分でこういうふうに思うっていう自分のことも言ったりしてたけど、そうそんな役者聞いたことないですよね。ああ、大賀さん、そうそう、大賀さん太郎のこと気に入ってたもんね。本当ですか。買ってた買ってた。いやー、びっくりした。だからその話聞いた時に、なんかあの人独立してからも俺使ってくれたもん、2回ぐらい。そうですか。いや、すごいなと思って、そんな話聞いたことなかったから。役者がそんな戦略会議とかに出るんやと思って。出てた、まあ、小さい事務所やったからね。いやいや、少数制の。いや、でも、ね、名前は知れてる事務所でしたから、その話聞いてびっくりしたと思って、それぐらいだから昔からその全体の経営とかどうやっていくのかってところに関しては。そうね、だから役者でプレイヤーとしてだけじゃなく、裏方、まあ、プロデュースかな、どっちかというとプロデュース的なことは興味がすごくあったよね。なるほど。監督はちょっと俺は能力ないと思うから、それどこで自分で感じられたんですか。いや、自分は監督じゃないなと思われた瞬間ってあるんですか。だって自分が一番可愛いから自分の役のことしか考えない。自分のアップばっかりで。あかん。でもやっぱりお金のこととかそういうのは、だからなんで現場に経理を、専門的な経理を、その場その日に出た支出が分かるような経理を立てへんのかなとかってすごい思った。撮影現場、だってどんぶり感じやから、みんな。そうです、ね、プロデューサーが、はい、だからそれやったらやっぱり出資者も納得できへん。で、出資したら損する、映画は損するって、だからビジネスが伸びへん、映画ビジネス産業。やっぱり投資したらプラスアルファで、まあプラスアルファにならなくても投資高く戻ってきたら嬉しいやん、はい、次も応援しようかなって気になるやん。 そうですね、はい、それが日本にはやっぱりない。でも海外はやっぱり それが当たり前やから、投資してきた人に返すっていう。もうマネーの虎ですね、これね。完全内容が。いや、でもお金のことにだから興味あった、はい、だからお金のことに興味あったから、三橋さんと太郎が出てる YouTube を見た時に、俺も知らなかったから、あ、そうな、なるほど、本当そうだよな、金って借りに行ったら通帳に勝手に書かれてて、別にどっからも持ってけへん、書き込むだけやなって、今ね、金本位制じゃないから、はい、いや、そういうのもなんか、そう、なるほどと思って、俺はと思って、スススーッと入ってきた。なるほど、そういう下地が多分あったから、うん、いや、でもプロデューサー目線で、じゃ、自分の役者としての立場もプロデューサー目線で俯瞰で見てるわけじゃないですか、うん、だから海外行くっていうのも、先ほど言われてた日本の、うん、この限られたパイを奪い合う中での自分も参戦してるっていうだけじゃ面白くない、うんうん、だから海外につなげたいっていう思いがあった。それがやっぱり42歳の時に初めて硫黄島からの手紙っていうのでオーディションを受かった時に、ハリウッド行って、クリント・イーストウッド監督よ、はい、どんな人なんですか。もう衝撃を受けたよ。だってずっと見てきた人でしょ。おあの人座らない、ずっと立ってんのよ。もう映画が好きで好きで、監督業が好きで好きでたまんない、もうずっと立ってんの。その当時76ぐらい、はあ、でナッツとかなんかグレープ、こうフルーツ食ってたけど、はい、
ほんで、なんていうの、ある時は日本兵のキャップをかぶり、ある時はアメリカ兵のキャップをかぶり、それでその時に役者の意見むちゃくちゃ聞いてくれんの。どうしたいって。俺はずっと役者として日本でやる時も、いや僕はこう思うんですけどって意見を言わないと気が済まない。でも日本では、はい、この間そのね、伊原チャンネルで話したけど、はい、蓋をすんのよ。まあ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 、そんなに伊原さん、まあ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 、分かりますけど、気持ちは分かります、まあいろいろ予算もありますんでとかさ、大体予算なるほどお金ってだから必要なの。そうです、ね、政治も必要やろ。はい、いります、むっちゃくちゃお金いるやろ、はい、お金なしにしては何も動かないの、はい、やっぱり世の中、うん、そういうふうになって、ボランティアだけでは限りがあるの、はい、そうですね、うん、でそういうことをやっぱり感じながら、なんかこう、あ、自分の意見言うてええんやと思って、もう水を得た魚のように。だから死ぬシーンなんか全部自分で作ったの。ピストルで死ぬしか書かれてない一行のところを、はい、いやライフルで死にたい。ほんでちょっと昔死んだ田宮二郎さんのことを、ライフルで自殺されたね、田宮二郎さんのことを思い出して、あ、そうやと、そんだけ乗馬のブーツも履いてた人が靴を脱いで靴の足の指でライフルを引くことにむちゃくちゃ意味を感じたわけよ。それみんな、あ、最初話したらトゥーマッチと言われた。でも俺はそこで、いや今芝居するから見てくれって、英語その時全然喋られんから通訳置いて全部通訳してもって、監督からその一番偉いカメラマンから全員スタッフいる中でガーッて演技をしながら説明を一個一個してもらった。そしたら監督がクリント・イーストウッドが考えて、うん、で悩んでるわけ。なカメラマンの偉い人が、俺はすごくいいと思う、な何人かがいいと思う、いいと思うって、で監督がよしそれでいこうと、はあ、で全部シーンが変わった。やりがいありますね。あるよ。だから俺は、あ、自分の意見考え言うで、ほんでどう思ってるかって聞かれるの、うん、いろんなとこで、へ、いろんなシチュエーションで What do you think? って聞かれるわけ、うん、どう考える。その時に I think なんとかって言えないとダメ、はあ、日本だと、いやもう監督さんにお任せで、僕は板の上に乗ってます、もう料理してくださいみたいなのが多いんや。なるほど。じゃあ自分の考え持った上でディスカッションして、そこでいい方向を探すというのがアメリカのやり方で、俺はもうそれがもう大好きだった。なるほど。いや、なんか今ネットフリックスとか結構あるじゃないですか、うんうん、で結構なんか各国の映画とか見たりするんですけど、やっぱりなんか見せるんですよね、クオリティ高い。だからそこは金、制作費が高いから。あとその合議制みたいなところ、いろんなアイデアで膨らましていくっていうところもちょっと加味されてるかもしれないですね。いや、そうなのよ。だからやっぱりアメリカって国は、まあ変な国でもあるけど、エンターテインメントに関しては人を喜ばせるっていうことに関してはかなり長けてるね。だからやっぱ韓国も学びに行って戻って自国の韓国作品を良くなってる。あれアメリカで1980年代に国の政策でみんな学びに行かしたんだよ。あ、そういうことがあったんですか。そうよ。僕韓国映画行って一番びっくりしたのがハリウッドシステムだと聞いてたんですけど、やっぱり日本と全然違うじゃないですか、うん、一番違うのはご飯日本はもう冷えたロケ弁をみんなで食べる、ね、だからそれって昔のね、まあ俺は生きてないけど、はい、戦時中からね、なんかおにぎり食うて竹槍持って戦い精神なわけよ。我慢我慢を強いられてんのよこれ、ね、だから本当に今コロナもそうやけど日本民族って耐えれんのよ。いやすごいですよね、その我慢の度合いが。我慢がすごいのよ。もうどのだから我慢して耐えてきたからようになったんやけど、今我慢したらあかんとこがあんのに我慢しちゃうのよ、ね、でそれをやっぱり国がいろんなその我慢できるっていうところを利用してんのよ。うん、罪深いっていうか、罪深いよね、分かってやってますからね。いやいやもう本当そうよ。いやだからアメリカで一番その撮影システムとして意見をよく聞いてくれる、うん、取り入れてくれるよければ、うんうん、で他にもまあおそらく、うん、食べ物とかもあれでしょ。ああもうホテルのビュッフェ形式よ。だって体でかい人も小さい人もいるやん、はい、人によってちゃうのに日本やと同じ量の弁当やん言えた。いや僕 の映画ではないけどデビューした時の元気が出るテレビ、うん、ロケ行くたびにこれ同じハンバーグ弁当なんですよ毎回ハンバーグ弁当昼出て夜出ても毎回ハンバーグ弁当おかしいでしょこんなの子供や思て
アメリカで訴えられてますよこれ、うん、だからそういうのが確立されるだから組合とかちゃんとしてるよね向こうは俳優組合がしっかりしてて働く労働1日の労働時間決められて俺びっくりしたのが撮影トレーラーも、まあ、役によってだけど1台俺なんか用意されてるわけよ入ったらチェックインするサインする今入りましたとで、はい、プロデューサーが必ずいて、はい、その提出書類提出するプロデューサーがいてチェックアウト、うん、チェックインから何時間労働させましたって提出せなかった組合にで役者は役者の組合あのスタッフはスタッフの組合全ての組合にだからオーバータイムになったら自然にギャラがボンと上がってうわで1日の最低の賃金も決まってるし役者のねなるほどでもそれ以外 の部署の人たちも同じシステムなんですねそう全てのスタッフが監督は監督の組合、はあ、照明は照明の組合へ音声は音声の組合全部なるほどねやっぱその組合っていうのいかに大事かってことですよね、うん、だから、うんまあ、ある程度最初からお金がかかる、うん、映画日本と同じもの撮ってもお金はかかんない、うん、やっぱり そんだけあれせしないといけない、うん、フォローしないといけない、うん、なるほどこれアメリカの映画だけじゃなくてブラジルの映画まで出てるブラジルもそのシステムブラジル映画の出会いは何なんですかえオーディション日本で日本でオーディションがあって、はい、日系ブラジル人の戦後の話を撮りたいっつって、はい、なんかそれがブラジル人の監督であのブラジル人の脚本家で昔小説が出てヒットしたらしくて、はい、で日本の監督たちも動いてたみたいだけど、うん、その勝ち組負け組に分かれて戦後に日本人同士が争ったっていう歴史があるの、はあ、でもそれ資料館に行ったらそこだけ空白になって、言いたくないから自分たちが争ったのと、はあ、でも軍人とかに洗脳されてその頃日本の真裏だから情報がいかないわけよ、ラジオからでも天皇の、 あの戦後のお言葉が聞こえたり途切れたりそんなんやで聞こえないから本当に負けたんか勝ったんかそれでブラジルに移民した日本人っていうのは一回も戦争で負けたことのない人たちだけ例えばああのなるほど日露戦争でさえ負けたこんな小さいやつらがあのロシアに勝ったんだっていうふうに迎えられてたわけよそれでかなり日系移民の方々は頑張ったわけよもう行ったらサンパウロだってもうジャングルでマラリアがすごくてコーヒー農園なんかどこでやんねんっていう状況だサンパロでさえも大変、まあ、俺そういうのいっぱい調べてそれをやるんで、はいまあ、そんな状況でその頑張ってきた経緯があって、まあ、ブラジルでさえ映画の撮影の時はハリウッド方式でちゃんとトレーラーを用意してくれご飯はみんなで、まあ、ブラジル人って陽気ないイメージあるやん、だから実際いやいや陽気陽気、はい、もう朝行ったらボンジュアとかつって右と左の方にチュッチュってもうめんどくさい100人ぐらいチュッチュッチュッへもうでもねあのちゃんと守られてるし働く時間とかで働く前に契約書交わすしギャラ俺ら交わしたことないやろ。いやないですよ。そういうのないですね。ないや、おかしいのよ。今もないですか。今も、うん、たまにあるけど、ないな。なるほど。ほぼないな。はあ。やってる時に決まるとか、もうでも大体自分の知ってるけど、うん、相場は。まあでもかなりブラックな労働ですね。ブラックだよ。だからそれが成り立ってるっていうのはすごいよね。しかも芸能って言われるようなところ。ちょっとなんか浮世離れしてそうな雰囲気があるけれども、かなりブラックですよ、ね。だからその辺でこういろんな。あれが溜まって今ふつふつとこう爆発してんちゃうかな、噴火してんちゃうかな。なんかあの一時日本国内でも役者の中で労働組合作ろうみたいな、ああなんか、若い大栗旬とか言ってたみたいなね、はい、でもなんか難しいよね。難しいですよね。いやまあこれは政治と一緒で、やっぱりそれができると不都合な人たちがいっぱいいるから、今の状況の方がいいから、だからやっぱりなんか思うんだけど、世の中を変える時ってやっぱりその方が何もせん方がいいっていう人たちがやっぱりいると、その圧力とか力っていうのはやっぱすごいよね。だって変えない方が楽だから、うん、で変わることって大変なことも、もちろん失敗も、変えて失敗もあるやん、うん、きっと。そうですね。でもエネルギーもいるしさ、うん、変えない方が楽、うん、でもやっぱり
変える俺は変わっていくこの日本の今の時代やと思うけどね、いろんなことが変えない方が今は楽かもしれないけど、うん、でも先々首締まりますよね。ああそうや、今締まってる首はさらに締まって、ああそうや、ね、そうだからどっちみちも変えないといけないところに来てるっていうのはどうしたら取れると思います。いやそう思うよ、うん、だからそのこのことに興味を持ち始めて、うん、なんか自分が2年半ぐらいでやっぱり自分の人生考えた時、今57やから20年生きて77や、まあ、大体そんなもんかなと思ってんの。俺はあんまり長生きしたくない派やから、そんなもんかなと思った時に20年前って37や、うん、つい最近や、そうですね、思い起こせる、うん、だから俺は時間が自分にないと思っていろんなことをしたいし発信もしたいし一生懸命とにかく生きたいなと思って、この生きる姿を3人の息子に見てもうて、お親父がこんな楽しそうに生きてる、生きるって楽しいんやなっていうことを俺は伝えたいなと思っても。なるほど、うん、あと20年どう生きるか、うん、この20年の中に政治に挑戦するっていうのはないですか、20年のどこかで。俺が何、立候補するとかが、はい、20年役者でやりきったら思うかもしれんけど、今やっぱり役者をやりたいから片手間にでっけへんの上がってるし、うん、役者が大好きでまだやり直して、俺はもう役者のその半ばだと思うんだよね。だからやりたいことをやっぱりそのために今でもまあ週1回に英語のレッスンは必ず海外とつながってやってたりするし、なんかやっぱりもっと広い、俺の夢は世界いろんなとこで仕事がしてみたいな。最高やなそれ。いやシステム一緒だから、もう監督がいて音声がいて、うん、何カメラマンはカメラマンの雰囲気なのよ。そうですね、うん、ちょっとカメラ担ぐからタフだったりとかさ、うん、俺はそういろんな人と友達っていうか知り合いになってなんかいろんなことを経験したい。もともと役者やったのも自由になりたかったから。いくつぐらいですか、なりたいと思った。いや高校の2年生なんかきっかけが、きっかけはね、俺はもともとその教師になりたかったけど。あそうなんですか、うん、体育の先生。でもそれが無理だって分かって、それで何って考えた時に、あ役者がなんとなくいろんなことできて自由かなって。でも小学校の時からなんかこう卒業文集みたいなんで俺は自由に何でもできる経済力を持ちたいって書いてある。すごく具体的じゃないですか。まあ、家が多分ね、はい、貧乏やったから、はい、お金で両親がよく喧嘩、お金のことで喧嘩してて、俺は貧乏っていうのはすごい嫌だっていうふうに思ってたから、兄弟も5人兄弟やしさ。貧乏エピソードなんかありますか。貧乏、はい、いやいや俺らも番組テレビのテレビ1台しかもちろんないや、はい、番組表子供たちでじゃんけんで決めてたよね、何を見るかって。あでもちゃんとルールがあるんですね。ルール、いやいや俺は姉貴の権限で全部俺が見たかったけど、はい、許してくれへんからそういうのだったり、あとはなんかたまにだけどお菓子とか持ったら一気になくなるし。なるほど、まあ、5人いりゃ一気ですね。だから自分でもう小遣いないから、うん、その近所行ってビー弾が入ったビー弾、あの面子ベッタンが入ったベッタンをやって、はい、ほんで金持ちのやつから買って巻き上げて近くで売ってる店より安く売る、はあ、で自分の小遣い稼いでた。あ金土やもうテクニシャンになるしかなかったんですねすごい、もうそういう生活やたくましい、うん、だからすんごいなんか貧乏が嫌だって思ってたね、うん、本当に狭い6畳と3畳のとこで家族6人暮らしてたからね。なるほど、文化住宅と言われる、うんうん、いやだから、はい、さっきのね話で、まあ、俺が政治の世界に興味ないっていうところをはっきり言うと、今やっぱり役者が好きだから、うん、興味はあるのよ、うん、興味はあるけどやっぱり役者をやめられない。そうですね、うん、俺はやっぱり役者が好き。いやだって役者の話聞いてるだけでワクワクしますよ楽しそうみたいな。いやそうか、うん、ちょっと口説く時期考えなかったやりきるのって役者って引退って自分で決めなあかんやろ、ね、まあ決めたわけやろ。あいや引退してませんよ。あ引退してないし仕事してないだけで。あ、はい、あ引退してない。引退来たらやんの。引退ではないです。はい、やんの。やりますやります。おあタイミング合えば。おお、はい、そうだね、そう
か、うん、まあ、でもあの今の日本の中見てみてもね、海外と比べてそのシステムもちゃんとしてない、どちらかというとなあなあで生きながらこう労働力を搾取されているような、それが夢の世界的な業種でもそんな状態だっていうことですよね。でさっきね、あの井原チャンネルでお話ししていただいた時に、昔飲食店やってて自分の周りにも飲食店やってる友達が結構いるんやって、結構みんな悲鳴上げてるっておっしゃってましたけど、どんなこと言ってありました？いやだって一律でやってるから、はい、あそのあれです、ね、休業、はい、あの休業保障、保障じゃないのか、はい、あれは休業手当みたいな、はい、それは一律で例えば6万今はまたちょっと下がったのかな、分からんけど、それでやってたら、それではっきり言って休んでた、休業してた方が得な人もいるのは事実、はい、でもそうじゃない人もいっぱいいるもん。そうですね、だってそこにはさ、やっぱり家賃だけじゃなくて、スタッフ抱えてるから、そうしたら固定費で例えば6万円もうて、まあ、1ヶ月でフルで180万もうたって、もう足出るとこいっぱいあんのよ。だからあれ一律っていうのも他にもうちょっと考えて、従業員数だとかさ、なんか考えたらええのにさ、あとはそれをさ上げると言っててさ、実際に上げる時間が遅すぎて、いやそうなんですよね、来ないとかさ。いやだからその6万円の給付でこれで2年分家賃払えるわって人もいました、だからもう本当にもうその差がありすぎて、逆に言ったらここで分断を起こさせればこっちに文句があまり来ないっていう話だと思うんですね。いやなんかそれは事なかれ主義やと思う、なんかとりあえず自分たちは休んで、まあ、ある程度の給付金出しましたから、それで何が悪いのっていう、例えば、まあ、そういうことなんちゃうかなと思って。いやだからもうひどいですよね。いや逆にさ、ある大手のところはさ、やっぱりそんなんじゃやっていけないからやりますって、断言してニュースにも取り上げられて、そこ大流行りやん。あそこまでやってるって頭ええなと思って、それはね。でも勇気ある決断やん。そうですね、それ背いてさ、でもそれをさ、まあ、罰則も決めたやん。でも罰則が今度執行されるまでに時間かかるしさ、多分俺が思うに執行するターゲットを絞ってくると思うよ、世の中がここを叩いても大丈夫っていうところを絞ってくる。ありましたね、最初もパチンコ屋とかサーファーとか来てましたもんね。だから例えばそういうコロナ対策っていうのをこう適当にやってるとかさ、分からんけどさ、なんかそういうのって本当にもう悲しいというか、なんか今一丸となって戦うのはやばいよ、本当に俺はそう思うよ。一丸となって戦う時にはやっぱりこの政府からの、あの兵隊というか、いやそうよ、だから欲しがりません、勝つまでは精神はダメ。いやもう勝てないですよそれ、勝てない。別の理由で命なくなっちゃいますよね。俺はもうそれなんとかしてほしい。やっぱりその太郎がずっと言ってる、やっぱり、消費税のことと、はい、あとはやっぱりその緊縮財政をやめて財源をもっともっと出動させる、ちゃんとしたその株とかじゃなくてもっと公共事業を増やすとか、俺はもうそれは全くその通りだと思うし、あとはやっぱり世の中変えるためにって自分なりに考えると教育やな。そうですね、今のまあ小学校の高学年からその子たちがまあ例えば9歳10歳やとすると10年ちゃんと教育したら、まあ18歳からか選挙は、でも10年ぐらい教育したらその子たち育つよね、そうですね。でその周辺の世代もね変わっていくでしょうからね。今だってある意味さ、まあ変に洗脳されてるよね、そんなことを考えんで栄養にされてるよね。そうですね、もうそういうのは分かってる人に任しといたらいい年風ですもんね。そう、はい、うちの息子は今、昨日19歳になったんだけど、アメリカに14歳から行ってるんだけど、もうトランプとあの大統領のバイデンの選挙の時、毎日サッカー部なんだけど、サッカー部の連中がその話してる。でも自分は選挙権ないや、彼はあの普通にビザ取って行ってるから、だから自分はあれだけど、毎日みんながトランプはあだとかバイデンはあだっていう話を普通にしてるって言って、だから日本に帰ってきた時に、冬帰ってきてて、なんで日本はそういう話をさやっちゃいけないみたいな雰囲気があるんだろうね、やこれやばくねとかって俺に言ったから、やばいよ完全自粛ですもんね、それって。政治の話するやつはちょっと空気読めてないみたいな、だからそれを教育で変えて、
政治の話をして政治が自分たちの生活に直結してるんだよっていう、それはまあ国民の義務であり、やっぱりね、責任っていう意識がどっかにあれば もっと良くなって大きく変わるよね。だってそこの票埋もれてんねんからさ。来年の参議院大阪選挙区からどうですか。俺か具体的すぎますか。もうちょっと役者やってたいってことはもうちょい先ですかね。じゃあまあ、はい、まあ太郎が総理大臣になったぐらいかな。なる前にぜひお力貸してください。いやすいません本当にありがとうございます。いやどうもありがとう。また続きに行きます。ありがとうございます。